デリシャス人生案内、西戸明子です。今日のご相談はななみんさんです。こんにちは。こんにちは。どのようなご相談でしょうか。人見知りについてなんですけど、はい、ずっと自分の中で不思議だなって思ってることがありまして、なんかお仕事、私は今研究員を経営してまして、はい、お客様、自分を求めてくるお客様とかにはすごくこう、なんていうんですかね、お話ができたりとか、なんか、もともとお話しすることは好きなので、人のためとかこう何かするのは好きなので、こうむしろ自分からどんどん話したりお客様にはできるんですけれども、なんかプライベートとか、あとお仕事仲間の、まあ、業界の同じ先生とかとなると、すごく人見知りが出るというか、なんか積極的に話せない。なんか仕事関係では全然いけるのに、なんかこう、プライベートとかになってしまうと、こういまいちこう自分の中でこう人との距離を詰めるのがなんか下手というか、人見知りが出てしまうのがなんか結構不思議で、はい、悩んでます。そうなんですね。その人見知りをされる時ってどんな気持ちですかね。その人見知りしてる時に感じてることに言葉を与えてみるなら、どんな言葉になりそうですか。なんか相手に何を求められてるかなじゃないですけど、どう感じられてる、何を求められてるかとか、どう感じてるのかなっていうのを、まあ、仕事でも、お客様との時にまあ考えるんですけれども、なんかそれ以上に結構慎重になってる気がします。ななみんさんがさっきお話ししてくださった中でね、鍼灸院をやっていて、自分を求めてくるお客様だと人見知りしないって言われたんですよ。それがね、すごく印象的で、その自分を求めてくるっていうフレーズが出てきたところがすごい印象的だと思ったんです。あ、なるほど。必ずしも全員そういう言葉を使わないと思うから、はい、で今また、その、人見知りしてる時に何を求められてるのかなっておっしゃったじゃないですか。つまりななみんさんは人との関係を築く時に、何を求められているのかっていうことがベースなんだと思うんですよ。それってで、全員そうじゃないって分かります？そうなんだろうなと思ってき始めてます、それはその、ななみんさんが人と関係を築くときに、相手が求めている自分をやるっていうことが、きっとななみんさんにとっては自然なことなんだと思うんですね。でもそれは別に全員がそうではないわけです。ななみんさんの特徴なんですよ。だとすると、その鍼灸院っていうのはもう求められてることが明確じゃないですか。そうですね、でもプライベートってなんか求めてますかね。確かに求めてはないかもしれない。つまりその求められたものをいつも与えなければならない。でもしですよ、もしななみんさんが思ってらっしゃるとすると、相手が何を求めているのかわからないときに、自分がどう立ち振る舞っていいのかがわからなくなるのかもしれないと思いました。でも人によっては相手が何求めているのかなんて全く気にしないと、ただ私がどうありたいか、それだけだっていう人は、別に相手がどうって関係なく、いつでもその人ですよね。そうですね、でもななみんさんは相手の期待がまず先なんですよ。それがいい悪いって言ってるんじゃないですよ。だとすると、役割が明確じゃない関係においては、どうしていいかわからなくなるっていうのは自然なことかなって感じました。
確かにそうかもしれない、うん、でここでそのななみんさんに、まあ、よかったら感じてみてほしいのは、はい、自分は人とどういう関係を築きたいのかなっていうことだと思うんです。うん、うん、相手が求める自分でいるっていうことが自分が築いていきたい関係だったらそれはそれでいいと思うんですね。はい、でプライベートは聞いてもいいんじゃないですか。私に何かできることあるかなって、もしその求められていることに応えたいっていう欲求があるのなら、はい、ただに人間関係って、はい、その必ずしもそういうこう交換で成り立ってないというか、別にその何かを求めるから人と付き合うとか、うん、何かを与えてくれるから私はこの人と付き合うっていう風に、はい、人間関係を選択しないことの方が自然な気もするんですよね。うん、そうですね。うん、ななみんさんは求められる自分ではない時、はい、それが存在しない時、うんうん、はい、どういう自分でありたいのか、うん、ということを自分に問いかけるチャンスが今来ているのかもしれないなって思います。なんかなんかありのままの自分っていうワードあるじゃないですか、ありのなんかあまりそれがわからなくて、うん、なんかこうだからこそ相手が何を求めてるかを考えて、はい、なんか求められてる方に行きながら、はい、なんかみたいな、なんかそんな感じが自分の中であるんですけど、役割をやってる方が楽だと思うんですよ。あ、だって明確じゃないですか、自分がどうあればいいかってことが。あ、そうですね、はい、しかもその価値を提供できて相手が喜んでくれたら、はい、まあ嬉しいですよね。そうですね、なんか役に立ったのかなって思えると嬉しいですよね。はい、でもそういうことを超えて、はい、ただ自分であるっていうことって、そのありのままの自分とおっしゃいましたけど、はい、実はすごく難しいのかもしれません。ありのままの自分ってなんだって。じゃあ仕事をしない、価値を提供してない自分ってなんだってなりますよね。はい、ちなみに私もななみんさんとすごく近い悩みを持ってました。あ、そうなんですか。うん、私の場合はね、自分に価値がないと思ってたので、はい、だから常に価値を提供しなければならないと思ってました。あ、でもそれはあるかもしれないだから仕事の方が楽なんです。分かりやすく価値を提供できるから楽です。楽ですよね。でプライベートでもね、大体ね、価値を提供しようとしてました。あ、でもそれはあるかもしれない。だから誰か悩んでるとこう解決してあげなきゃとかね、そうです、ずっとなんかお仕事してるみたいな、そう逆に楽なんですけどね、ある意味そうですよね、はい、だけど周りが喜んでくれてるかっていうとそうでもなかったりしてですねおせっかいだなとか、相手軸で考えるいやでもおせっかいはあると思います、うん、別に話を聞いてくれてるだけでいいんだよ、別に解決策とか求めてないからっていう、なんかよく男の人が言われそうなことを友達に言われたりとか、私もついつい女性ってそうね、聞いてほしいだけの時いっぱいあるのについつい、はい、それをしてしまうことが、もしかしたら似てますか私たちはい、はい、似てる、似てると思います。だとすると私の場合はですけどね、はい、私はそういうに何もしていない自分っていうのに自分が耐えられなかったんです、はい、価値がないと思ってるから。あ、わかります。そうやな、うん、はい、だからその価値
というものを超えた自分というものに向き合っていく必要があるなって私は思って、そこをやってきました。まあ個人的なことですけどね、言うと私は価値を提供するってことを一切やめてみたんです。つまり全部仕事辞めたんです、一回。で知り合いに会うのも辞めたんです。そして価値をインプットするのも辞めました。本を読むことも勉強することも映画を見ることも。すごく不安になってきました。そうでしょう。私も怖かったですよ。価値のインプットとアウトプットをやめて、ただの人として自分を存在させてみるっていうのをやってみたんです。はい、きつかったですよ。想像にするとなんとなくわかります。でもそうなった時に、まあ、その時間を経験したことによって、はい、あ、自分はただ自分でいるだけでいいんだなって、そしてその自分が生かされていて、はい、生きてることへの感謝っていうものが初めてその時出てきましたね、はい、私の場合ね。まあ別にななみんさんにそんなストイックな方法をやれっていうつもりは全くないんですよ。ただその価値を提供しなければならないという考えがもしお持ちだとしたら、はい、その価値というものを超えたところにある自分って何なのかっていうところにちょっと向き合ってみてもいいかもしれないなって思います。だってそれ究極突き詰めていったら、じゃあ仕事ができない人には価値がないのか。そうですよね。そうなります。そうですよね。誰かの役に立てない人に価値はないのか。ではないですね、でも自分にはそう思ってるってことなんですよね。思ってました。思ってます、思ってます。じゃあ人間の価値って何なんだろうか、というところに、もちろんそれにね、答えはこうですよなんて言うつもりもないし、分かってもいないことなんですけれども。はい、そこにななみんさんが向き合っていきたいって深いレベルでは感じてらっしゃるのかもしれませんね。そうですね。あとすごい余計なこと言ってもいいですか。はい、はい、すごい笑う癖があるのって分かってます？あ、分かってます。分かってます。うん、特にお客様の時とかはこうないんですけど、はい、そのプライベートとか初めてお話しする方の時にしてしまうんです。うん、はい、所在ないんですよね。いいけど。はい、そこのその笑っちゃう時の自分の感覚、はい、そこは何かの入り口になるかもしれません。その笑っている時の自分の感覚に意識を向けてみる。笑うのをやめてみたら自分に何が起こるか。そこは何かの糸口になるかもしれないなって思いました。自分に向き合うって言われてもよくわからないじゃないですか、やり方が。仕事では言ってますが自分は言ってないなと。そうなんですね。なんかはい、よくカウンセリングとかでお話しするんですけど、なんかね、自分ととかっていう自分はできてないなって思ってます。そうなんですね。だとするとその一つ、はい、笑うっていうこと。何かからの逃げで私たちって結構笑うんですよね。なんか今お話ししてて思った、そういえばと思ったんですけど、なんか人によって自分が違うなと思いました。なんか私も鍼灸院なんですけど、ダイエットメニューをすごい、ダイエットカウンセラーっていう方でダイエット の治療をよくしてるんですけど、やっぱりこう会話がすごく大事なケアとかでね、よく心と向き合うみたいな感じでよくそういう話もしたりするんですけど、なんか人によって話し方とか、はい、なんか、はい、
振る舞いとかをこう変えてるというか、なんか演じる方が楽で、結構そういえば一回一回スイッチ変えてるなって、なんか今お話ししてて、うん、思いました。はい、うん、ななみんさんは誰なんでしょうね。うーん、そうですね、そう言っていただくとなんかわからないというか、あの、うん、自分ってなんか相手がいない自分だけ、自分個々で考えるとなんかわからない、うん、うーん、そのわからないは素晴らしい出発点だと思います。あ、そうですか、うん、だってわからないって思わない限りわかろうとしないじゃないですか、はい、そうですね、うん、だから、あ、実は私は自分が誰なのかということを分かってないんだということに気がつくってことは、分かる可能性が生まれたっていう素晴らしい出発点に今立たれたんじゃないかなって思います。ありがとうございます。はい、まずはちょっと笑いの感覚に意識を向けるあたりから始めてみられるといいかなって思いました。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。デリシャス人生案内、今回も聞いてくださってありがとうございました。皆さんからのご相談お待ちしています。デリシャス人生案内と検索してみてください。ホームページでお待ちしています。